ミタンニ、ミタンニ、ヒッタイト語ミタンニまたは、ミッタニ、ヒッタイト語ミッドタニ、アッシリア語ホニガルバト、ハニガルバトは、フルリ人が、紀元前16世紀頃、メソポタミア北部のハブ川上流域を中心に、建国した王国である。多民族社会で、選手階級に支配される封建的国家であり、支配階級は、インドアーリア語派の出羊を持つと推定される、口実。 紀元前16世紀頃、ワシカンに、ワスガンに、正確な場所は、不明を首都とするミタンニ王国が、周辺の古里人たちを統一し、東隣のアッシリアをも支配下に置いて、以後メソポタミア北部、シリアを含むを支配した。さらにウガリットなど地中海沿岸諸都市も支配下に置き、エジプト及びバビロニアと対立した。後に属国となった時期も含めて、 約300年間存続した。ミタンニは、周囲の国との間で、政略結婚を繰り返した。王の娘は、エジプト王トトメス四世と結婚した。アの娘は、エジプト王アメンホテプ三世とト,トメス四世の子と結婚した。ミタンニの親王に、トッシュラッタ、ダシャラッタが即位すると、ヒッタイト王のシュッピルリウマ一世はミタンニを攻撃したが失敗した。 新王、トゥシュラッタは、エジプト第十八王朝との同盟で、ヒッタイトやアッシリアに対抗するべく、娘、キ、パは、サンスクリットで、夜の政略結婚を打診した。アメンホティップ三世は、晩年に、トゥシュラッタに宛てて、タドゥキパと結婚したいとの手紙を何度も書いている、アマルナ文書。しかし彼女が来る前に、アメンホティップ三世は死んだようである。タドゥキパは、 アメンホテプ三世の子、新王アメンホテプ四世、アクエンアテンと結婚した。タドゥキパは、アメンホテプ四世の二番目の皇期や、キア、あるいは王妃ネフェルティティであると言われている。紀元前1350年頃に、キッタイとのシュッピルリウマ一世が再び、ミタンニに攻め込み、トゥシュラッタは逃走したが、息子の一人に暗殺された。フルリ人の王の称号を持つに過ぎなかったが、 ヒッタイトのシュッピルリウマ一世と条約を結んで、国境線を定めた。シュッピルリウマ一世は、ミタンニの神王にトゥシュラッタの政敵であった、アルタマニ世を擁立した。紀元前1330年頃には、かつてミタンニの支配下にあった東側のアッシリアの王、アッシュールーバリト一世、紀元前1365年、紀元前1330年の下でで地王がヒッタイトから独立した。 アッシリアの支援を模索したがヒッタイトに撃破され、トゥシュラッタの弟シャッティワザ、マッティバザが、ヒッタイトのシュッピルリウマ一世の被護を受けながら、不足意した。その後は、アッシリアの王アダドニラリ一世、紀元前1307年、紀元前1275年に敗れ、再びアッシリアに侵入した。が、ヒッタイトの支援を受けたが、アダドニラリ一世に再び敗れた。 フルリ人、フリビ旧約聖書で、ホリ人と呼ばれる人々と言われているの言語。フルリ語は、系統不明の降着語、コーカサス諸語との関連を主張する説もあるであり、筆体とのボアズキョイ、エジプトのアマルナ島から出土した、設計文字で記された外交文書、アマルナ文書などによって知られる。フルリ人は、紀元前18世紀頃から活動したらしく、同じ頃、 エジプトに侵入したヒクソスと関係があるとの見方もある。特に馬を用いる技術に長け、ヒッタイトにおける馬の技術もフルリ人から導入れたと考えられる。フルリ人自体はインド系ではないが、文書の中には明らかにサンスクリットで解釈できる単語が多い。ヒッタイトとミタンニとの間の条約では、インドのベーダの神ミトラ、バルナ、インドラヤナーサティア、アシュビン送信に、 視界が立てられている。また人名にもサンスクリットで解釈できるものが多い。ミタンニの調和式っくりによる文書ボアズ教育室度には、愛カサンスクリットの、一を意味する、テラ、3、パンサ、5、サッタ、7ナナ、ナ、9、バルタナ、丸い、ボン、といった単語が使われ、他の文書にはベイブルー、茶色い、パリタ、灰色、の、ピンから、赤い、ボン、 赤みがかった茶色といった単語もある。彼らの一番重要な祭りは、微舎は、当時、下詞であった。ミタンニの支配階級である戦士は自分たちを、マリアンヌ、勇士と呼んだ。これらのことから、戦士は、インドアーリア語派の羊を持つと考えられる。いずれもサンスクリットで解釈できる名である、スーターナ、前期太陽、パラターナ、大いなる太陽、パーアシュクシャートラ、 斧を持つ支配者、サウシュシャートラ、前期支配者、ヤターダマ、宇宙の方に従う、メイティバジャ、祈りに止める者など。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。